今回のもぐもぐはブーランジェリー&カフェ B さんに行ってきました。阪急重曹駅より徒歩2分、西改札口を出て西へ横断歩道を渡ります。重曹フレンドリー商店街を歩くと右手にブーランジェリー&カフェ B さんが見えてきます。中へ入るとずらりとたくさんのパンがショーケースに並べられています。焼きたてのパンのいい香りがしました。イートインスペースは2階がカウンター22席、テーブル16席、3階がカウンター2席、テーブル9席、そしてミーティングルーム個室が8席と広々としたお店です。今回はパパイヤワインにクリームチーズフランス、ミートソースピザフレンチスパム、そして人気ナンバーワンの黒トリュフの塩パンピーコーヒーをいただきました。いただきます。黒トリュフの塩パンはトリュフの風味が消えないように試行錯誤して作られたそうです。トリュフの香りとオイル、塩がとっても上品な味わいでした。パパイヤワインにクリームチーズフランスはドライフルーツパパイヤを使用しており、しっかりとした噛み応え、クリームチーズとの相性が抜群でした。ミートソースピザフレンチスパムはお肉たっぷり、およそ 2.5 センチの分厚いピザ生地で食べ応え抜群。 B コーヒーはベトナムからコンソックコーヒーを直輸入、希少性が高いアラビカ種を使用しています。ヘーゼルナッツの甘い香りがして、普段ミルクを入れて飲んでいる私でもブラックで飲むことができました。こちらはハンバーガーランチです。サラダと B コーヒーがセットになっています。なんとデミグラスソースは一から手作り、ハンバーグもバンズもふわふわ食感でした。こちらはパテデパンです。ブロッコリーと鶏肝、ハムとブロッコリー、大豆ミートとブロッコリーの3種類があります。滑らかで濃厚なパテ、おつまみとしても人気だそうです。こちらはスタッフさんのアイデアから生まれたラピュタのパンです。マヨネーズの中に辛くないマスタードが入っていて、コク深い味わい、様々な世代の方に人気だそうです。こだわりの B コーヒーのコーヒー豆は店内で購入することができますよ。パンは料理だがコンセプトのブーランジェリー&カフェ B さん、皆さんもおしゃれで美味しいパンを食べてみませんか？ブーランジェリー&カフェ B さんでした。